はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリュウジです。では今回は信長の野望創造戦国志で小早川秀秋でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で今ですね、軍勢を実は九州から、この駿府に集めています。で何をしたいかというと、ズバリ小田原攻めですね。今回は小田原を攻めていきたいというふうに思ってますので、しっかりね、その小田原攻めの準備をしていきましょう。で、小田原を攻めるにあたってなんですが、きっちり並行して、攻撃隊をね、いろいろ送っていきたいなというところはあるので、しっかりやっていきたいんですが、今で言うと織田がねちょっと変なことになってるというのはもうお伝えしている通りで、連合に組み込めない状態になっているので、そこをちょっとねうまく立ち回っていきたいかなとは思ってるんですが、なんかねおかしなことになってるんですよね。西軍がいつの間にかバラバラにされつつあるんじゃないかという危機感を持ってるんですが、まず石田はどこを攻めてもらうかというと、順当に行って次石田に攻めてほしいのは国峰かな。国峰城を攻めてもらいましょう。でその他で言うと味方の軍勢はまず1体が房総半島に入り、承知しました。もう1体は正攻法で伊豆半島へ上陸で、こっからなんですよね。まずはちょっと米不足なので、どこまで軍勢が出せるかというと、やっぱ兵糧不足って言われるよね。いやそんな感じな気はしてました。でとはいえそこで手をこまねいているわけにもいかないので、軍勢を次々に繰り出していかなきゃいけないんですが、それでも限度があるかな。よしこれでいいかな。とりあえず2万ぐらいの軍勢をかき集めたはずです。で駿府にも1万近い、まあ、8000以上の軍勢が詰めてるので、その8000の軍勢も投入できるかなという感じですね。この9月で表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。待ってましたとばかりにこれで兵が出せます。どうしてもね米不足に陥るので、この9月の直後っていうのは逆に兵を出しやすい時期ですよね。一気に米が入ってくるので、その時期を待ってましたとばかりに。福島正則もちょっと兵の数が回復しきってないかなっていう感じはあるんですが、今はとにかく兵の数が欲しいので躊躇せずに出していきましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。助立ちいたす。我が策お見せしましょう。そしたら迂回して3方向から攻め立てましょう。まあ、徳川のね武将は強いんでね、普通に表情を始めましょう。報告いたします。で城攻めよりも優先しなきゃいけないのが敵部隊の壊滅なので、先に敵部隊を壊滅させに行きましょう。ここでやっと織田秀信同盟に勧誘できるね。長かったなここまで。で何が起きてるかというと、ここなんだよね。豊臣と石田は今戦闘中でいいんだよね。そうなるとちょっと早めということにはなるんですが、外交で交渉
破棄しておきましょう。そうしないと石田が今度連合に加わってくれないという悲惨な目に遭いそうな気がするので、今もうすでに先端が開かれてしまってますからね、石田と豊臣は。でここなんですが、何が起きてるかというと、結構な戦力がガシガシ戦っちゃってるな。そうすると一部の戦力はもう小田原攻めに入っちゃいましょう。小田がしばらく何もしてない間に先に進めるところがなくなっちゃったかな。これが残念ですね。小田の戦力がもはや生きてこない。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。そしたらここはもう回線に及んで一気にケリをつけますか。この辺りは戦力はともかく、米不足にはまだならなそうですね。一番少ないのでもまだ50近くはあるので大丈夫ですね。じゃあここは回線にしていきましょう。今囲んでる状態なので、包囲状態なので、このまま敵部隊を壊滅させられればその時点で城を取れます、続きなさい。引け。始めるぞ。敵の数は決して多くないですからね。これで決める。我が采配で勝たせてもらう。続きなさい。引け。あっ、いや、これは結構な数の軍勢の数になったので、回戦するよりかはしっかり叩いていった方がいいな。この戦、我らの勝ちだ。よし、かしこまりました。かしこまりました。総力戦で小田原を攻めましょう。これはでも大回戦に持ち込めるんじゃないか。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ちょっと確認しますか。大回戦できるかどうかは後で。で、地業で与えていってしまいましょう。ここは、お金はあまりない状態なので、投資をしておきますか。投資をしておいて、しっかり金を、米をゲットしていきましょう。まあ、何やともあれね、米がないと出兵できないというのがあるんで。包囲するぞ。さあ敵もかなりの軍勢を繰り出してきてるけど、どうだ。ここは回戦はできないか。中山隊、忠勝急戦か。これきついね。忠勝の急戦、忠勝の急戦が始末できれば話は早そうだけど。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。さてどうなってる。
方は5000、7000、2000、4000。ちょっとこのまま戦いを継戦するには厳しいかな。忠勝が邪魔くさくてしょうがないよね。もうちょっと押してみますか。ただここも敵の方が守りが硬いね。しょうがない、手を引きましょう。まあ一つ城を取って前線を進めたということでよしとしましょうか。この辺りはなんだ、石田は一気に押されてるな。石田の軍勢が機能してない状態になってるのかな。あんまり考えたくないけど、豊臣は10万か。何、しかも豊臣が反家康、いやいやいや、家康の方に連合に入ってる。何なんだこれは、マジで意味がわからんな。マジか。ただそうなると逆にいろいろできるといえばできるな。刈谷城が奪われてるんだ。刈谷城ってもともとはどこが持ってたんだっけ。いやー、急運風を告げてきましたね。まさに一気に動き始めてるな。戦局が、刈谷城ってもともと石田が持ってたよね。いやー、石田がかなり押されてきてる感じがするな。そうなると前線の交代を余儀なくされてる感じがするわ。徳川勢に一気に押し込まれてるね。何、順調だった戦いの趨勢がまたここで変わりつつあるな。で、毛利がここまで来てくれてるっていうのはでかいね。でも毛利が城を持ってたよね。この辺に、ここに持ってるんだ。桐山御所を毛利が持ってるんだな。いや、先に豊臣を潰すべきだな。まあなんか意味が分かんなくなってきてますけどね、もはや。いやー、石田に兵を出してあげられないな。表情を始めましょう。報告いたします、報告いたします。先月の収支です、報告いたします。刈谷城はこのまま行けば西軍の手に落ちるでしょうと。あとはできればね、浮田勢とかに参戦してもらうとありがたいんだけどな。いやー、矢上城に豊臣軍が殺到してるな。
ここに来て一気に石田が衰退してきてるんで、なんとかこの衰退を食い止めてあげないと危ないですよね。貝を手中に収めたのは大きかったけどな。なかなか厳しい状態が続いてますね。どうしようかな。この小田原を抜くっていうのはかなり厳しいですよね。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。さて、ちょっと戦略的にどうするか考えていかないといけないな。豊臣が思いのほかかなり慎重してきていてどうにもならないんで、どうしようかな。豊臣を潰しておきたかったんだけど、もうどうにもならないよね。毛利がどこまで攻撃できるかというと、毛利はどこも攻撃できないよね。はっきり言って石田も防戦一方だからな。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。いや、本当に厳しくなってきてるね。そうなると豊臣に一発布石を打つために兵を出してあげるしかないな、こっちから。ただ避ける戦力には限度があるというか、正直言ってあんまりないので、どっから何をどんだけ出すかっていうのを精査した上で、兵糧不足だね。9月まで待ちましょう。一旦9月まで待った後、一旦豊臣を討ちにかかりますか。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。なんかかなり遠回りをねしていってる感じはしますが、で、連合がここで崩壊したわけだな。先月の収支です。ですぐに再度連合を組みましょう。標的はもちろん家康。いや、ここはちょっと考えを変えて、名手をどうしようかな。石田が選べなくなってるな。我々は遠征関係、当家不義のため交渉に落ちません。まあこれはいいでしょう。結成して相手は
なんといってもあれだからね。で、名手は毛利にしてしまって、なんか変な連合が生まれたな、ここに。なんか当初の目的とだいぶずれる連合が出来上がりそうですけど、まあ裏切ったのは先に豊臣ですからね。これに関しては何らこちらに非はないはずだ。そうなるとあれだな、石田だけこちらに引き込めないというのがちょっと気になるけど、反豊臣連合が生まれましたね、ここに。なんだこれみたいな感じになりますけど、ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。そしたら改めて連合に誘い込めないんだよね、まだと。石田に関しては、まあではそれならそれでしょうがないので、ガシガシ援軍の要請を出していきましょう。いや、援軍の要請はできないかとなると、やっぱり自ら出陣していくしかないね。次の9月になるのをちょっとだけ待ちましょう。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。お、大阪城攻めが始まってるな。そしたら、まあ、徳川に備えつつ、備えつつ、しっかりと豊臣攻略の兵を上げていきましょう。そういう意味で言うと、どうだ、甲斐あたりからは兵は出せないよね。駿河も出せない。遠江あたりからは軍を率いて高屋城あたりまで攻撃隊を出していきましょう。まあ、ここはもう完全に豊臣を撃つための戦いになっちゃいますけどね。さあ、この辺りは誰が攻めてる。浮田か。浮田も動き出してるね、勢力拡大のために。さらに長宗我部も兵を挙げている。これは反豊臣の産声というか、力が一気にぐわーっと湧き上がってる感じがするな。これは遅れられないぞ。ちょっとでも多く城を確保しておきたい。もみいに転戦しましょう。高屋はもう持たないでしょう、おそらく。ご命令くだされ。報告いたします。先月の収支です。この機に我々も勢力の拡大を図りましょう。いたします。先月の収支です。いやー、豊臣の衰退早いな。ここに来て一気に衰退したね。ただ徳川が半端ないね。でかくなってるわ。力を合わせ戦い抜くのだ。
将捕獲した。出るとするか。ただこの後徳川と事を構えるためには、まあ小早川としてもね、飛び地になったとしても、少しでもやっぱりね、蓄えておきたいんですよね。換気城を攻めましょう。お、奥義一戦持ちか。いや待ってくれ、奥義一戦持ち葵ちゃん。いや、これは武将にしよう。表情を始めましょう。報告いたします。報告いたします。姫武将ってそもそも当主にできるんでしたっけっていうところはありますけどね。ここは、浮田と、石田が先頭になっちゃってんのが、今度は望まない形だな。報告いたします。報告いたします。まあ、西軍は完全に崩壊したな。ここまでよくまとめてきたけど、完全にここで崩壊の雰囲気を醸し出してきてるね。外交で連合で脱退しかないもんね。しょうがない。この機に一気に勢力を拡大していきましょう。それよりで、できれば豊臣の息の根を止める。いや、石田軍はあくまでも対徳川に戦力を集中してもらいたい。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。承知しました。出陣します。出陣するぞ。出陣します。お味方が捕獲されました。まあなんとなく勢力は順調に拡大している感じはしますけどね、なんかピンとこないんだよな。出陣しましょう。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。さあ、丹羽家とは同盟継続。大谷とももちろん同盟継続。久喜とももちろん同盟継続ですね。浮田の継続です。そしたら城の規模をでかくしていきましょう。包囲しろ。我に打てぬ敵なし。承知いたしました。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。
さてさて、兵糧が、おっとちょっと待ってね。深市城に敵の攻撃隊か。そしたら一旦全員帰らせましょう。まあ、十分勢力の拡大はできた。もう豊臣は息の根が止まるのは時間の問題ですね。でそうなると今度は、深市城は絶対に奪われたくない城なので、深市城の防衛線の方に兵を出してくれと言わなきゃいけないんですよね。深市城に出せる戦力はあんまりないな。小田原13,000、ただここ小早川を出陣させられない。深市城が守りきれないかもしれないな。そうなると援軍の要請を出しておきますか。で毛利に武田城を攻めてもらい、川家には鳥取城を攻めてもらいましょう。やっぱり石田に頼らざるを得ないのか。でそうすると石田に使者を出しとかなきゃいけないですね。出陣します。いざ戦へ。出るぞ。表情を始めましょう。深市城が報告いたします。先月かなり大きな戦の火種になりそうな雰囲気だな。そうすると今石田が16万まで復活したね。ただ徳川が24万とさらに膨れ上がった。ただ小早川が12万、一気に勢力拡大したね。さっきのいざこざにどさくさに紛れてって言ったらいいのかな。で外交で連合に加わっていない石田に関してはしっかりと外交を入れておきましょう。で連合は脱退しかないよね。まあ、早々に豊臣の息の根を止めたいので、さらに援軍の要請は入れていきましょう。よし、こんなとこかな。あとは深市城ですね。深市城、豊臣はあと城の数が1、2、あ、数えていきますか。ちゃんと鳥取城と姫路城、姫路城はもう落ちるの時間の問題だな。あとは武田城に宮津城で福知山城ですね。これただ正直言って福島正則は姫路城に転戦して姫路城の攻撃を行った方がなんか効率的ですね。深市城に16,000、いやー深市城失いたくないよな。大丈夫かな。
さてさて、かなり厳しい状況に追い込まれつつはあるけど。ご命令くだされ。報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。さてどうなるかな。総力戦にするわけにいかないからな。で、伊達はかなり食われてるね。結城、徳川に。結城家もだって今やね、12万の兵力持ってますからね。徳川と合わせて、まあ約37万。圧倒的だな。まあただこれ伊達が万が一食われるとな。伊達の優秀な家臣団がこぞって徳川の家臣団に加わるわけですよね。それは避けたいですな。不可市場が危ないね。本当に危ない。持ちこたえられるのかな。三方向から約3万の大軍だな。大軍中の大軍ですね、本当に。小早川が出せないな。そしたら取引で思いっきり米を買っても、出せないですね。5000だと9000の軍勢は出せないね。まあ4000、まあ5000もしか出せないってなると、兵を出すのがいいのかどうか、不可市場をちょっと諦めた方がいいかもしれないですね。はい。というわけで、ちょっとね、豊臣と戦うという、なんかよくわからない展開にはなっているんですが、引き続き、こちらのプレイで徳川を打倒していきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい。皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。